人は皆覚えているか、地球を歩く遥か昔に、緑広がり好みが溢れ、生き物たちが紡いだ命。その豊かさを愛と感謝の心ひとつに、生きる喜びあふれる笑顔。人は皆知っているのか、宇宙の宝石、奇跡の地球。さあ始めよう、実りを持って、大地に膝を、地球に感謝、大地に夢を、未来に感謝。広げるってことか。結構上がりやすいね。そしてなんかの、もう一回確認しますが、この山の尾根やね。はい。うまいの？こんな絵ってあんまり想像つかんね。想像つかない。もう杉林でこんな初めて見た。ほら切れすぎや。すごいなんか。綺麗。おい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 。どうですか。かわいいな。かわいい。気持ちいい。さっきのとこもこれに終わるのちゃう？すごいこれ。
ックバンドみたいな。すごい風が通ってる。だから風車なのよ。電気を使ってで、こんなんじゃ回らへんのじゃん。回らへん。風強いとき止めるっておかしな話ですね。壊れるしね。やっぱ自然界も全然下と層が違うね。違うよね。ここはあんまり立ち入ったらいかんっていうか、あんまり立ち入ったらいかん。いつまで30年までです。20期平成30年、だから6年後完成目指す。すごいピッチだねそれ。1期目なのでいつから始める予定なんですか今。多分あのここの道ができなんだら入ってこれんと思うんじゃ。さらぶうちからだけど、まあ、さっきそれを着工するわな。道が先できなんだらでやけどこれは、ね、でもこれ結構もうすでに整備されてますね。風車建設っていつぐらいから予定はあるんですか。リアルがあるからその通りにやればいいだろう。2年で、ほんでお尻は30年を試運転予定でした。固定買取制、自然エネルギー、再生エネルギーを決まった金額で電力会社が一定期間買取るという法律ができた。そっちの方が儲かる。でその差額というか、この風車は電気でないと動かんから、電気がなかったから、はい、ですね。なんでって思うんやけど、その電気より そこで生まれた電気、売った電気の方が高いわけなんです。このリザヤで運営する。でそのリザヤの部分は我々の税金からみんな補填される。そういうこうきちっきちっとこういう活動した時の話し合いであったりとか、そういうことをきっちりやっぱりしていくべきちゃうかなと。ちょっともうちょっとこの、ね、あの突き詰めてまとめていくしかない。そう呼んだままに流れてる神山流れの岸辺、ほら肩車の上からは
僕の頭の上で